まあ、ショットできたじゃん。やっぱ射程の長いステージがね、戦いやすいですね。スプラッシューターとか、モミジとか若葉とかさ、ちょっと射程の短い武器を使ってるときは、こういうステージ嫌なんですけど、まあ、多少ね、プライムとかディアルとか、多少長ければね、俺結構有利取れちゃうから。好きなんだよ、こういうとこ。あん？どこだ敵？待って。早いな、逃げるの。うわ、逃げるのめっちゃ早いわー追うものは追われるものでした。ヒットブラスターかー。まあ、シャーね、一回塗り返して、打開するしかないけど、スペシャルがメガホンっていう、あんまり強くない。自力で持っていけるわ。ねえ、ナイス。やっぱ自力で持っていける、やっぱ射程っていいね。やっぱり射程好きだわ。あと、弾がね、まっすぐ伸ぶからすごい気持ちいい。うわっちょっと座っちゃった。うわぁ。インクがね、今、当たっちゃったね。味方の後頭部に。いや、まずいなぁ。これ一人復帰してないけど、これ回想値かな。やばぁ強っいやぁ、ポイズンからのメガホンレアちょっと。避けれませんわ。やばい、いじめられてる。すごいいじめられてる、これ。やばい。めっちゃ塗られてる。てか、真ん中のイカちゃんが復活しないです。我々の。倒した。いや、あの人倒したいけど、射程が長い、俺より長い。もうちょっといい。なんかこれなんだ？メガホンガステンじゃん、これ。で、倒した。任せてくれ。多分味方一人回数落ちたな、これ。あの、スプラ1ってさ、2と比べて、分かりづらいから。回線が落ちたかどうか、途中までね、分かんなかったりするんですけど。まあ、一人いないけど、なんかうちのチームの方が、頑張ってる気がする。3人しかいないのに、こんな戦えてるもん。いや、ホットブラスターの、ポイズンめんどくせぇ。来てるね。OK、倒した。やべえ、メガホン。ここのメゴやべえ。いるね。この先、起伏のとこに。いやー、道になっちゃうか。あ、後ろのホットブラスターかー。まあ、どんまいどんまい。何やってんの？おい！戦ってくれよー！何やってんだよー！こっち来てくれよー！うわ、3人しかいないから諦めてた。実質2対4ですよ、これ皆さん。実質。2人いなかった！この試合には2人いなかった！負け試合だ。負け試合となってしまった。